皆さんこんにちは。作家でヨガ講師加古です。はい、今日は少しねヨガレッスンを一緒にしようかなと思います。はい、まっすぐ立ちましょう。背筋を伸ばします。横を向いた時に耳と肩と腰骨大天使、そして外くるぶし、この腰骨出っ張っているところを大天使と言います。外くるぶし3点が平行であれば正しい姿勢です。で、意外にね、肩が内旋しやすいですので、息を吸って肩と耳引き寄せて、肩甲骨と肩甲骨寄せてストーンと下ろします。だからそうするとね、肩と耳、大天使、腰骨、大天使、外くるぶし平行になります。はい、それではね、肩甲骨周りしっかりほぐしていきたいの では両手を 胸元で組みます。で、普通合掌していると楽にこう肘が落ちてますが、骨の筋肉、大胸筋、そしてこの上腕の筋肉ね、鍛えたいと思いますので、胸元から握り拳1個分離します。はい、じゃあ息を吸いながらぐーっと手のひらを押してください。さあ、一緒にやってる人感じられると思いますが、胸の筋肉、大胸筋、そして上腕の筋肉強化になります。はい、手を広げていきます。手をゆっくり広げます。さあ、肩の高さから落ちないです。はい、吸う息で戻します。一度息吐いたらもう一度吸う息でぐーっとしていきます。はい、吸って両手を肩の高さまで広げます。はい、吸って戻します。はい、ぐーっと一度吐いてから次の吸う息で手のひらぐーっとします。吐きながら両手を広げます。はい、じゃあそのまんま肩の高さで肩甲骨を前から後ろ、前から後ろ、前から後ろ、はい、止めます。反対回し、後ろから前、後ろから前、後ろから前です。はい、じゃあゆっくり戻していきます。はい、そしたら合掌の手、顎の下に置きます。息を吸いながら合掌の手をぐーっと上げていくと、顎から鎖骨にかけての首の太い筋肉、後傾筋ストレッチになります。首周りのリンパの流れ、甲状腺の流れを良くしてくれます。ゆっくり下ろします。はい、じゃあ体側に下ろします。じゃあ足はちょっと骨盤幅に開いて、はい、ぐーっと両手広げて頭の上で合掌です。指先天井を見ましょう。さあ、広背筋、背中の斜めの筋肉、広背筋ストレッチになります。息を吐きながらゆっくり体側に下ろします。胸元で合掌、はい、吸って引き上げて吐いて、ゆっくり体側に下ろします。胸元で合掌、背骨をぐーっと引き上げて吐いて、ゆっくり体側に下ろします。はい、それではね、ちょっと足を閉じてもいいし、今のように骨盤幅に開いていても OK です。では胸元で合掌します。吸う息でぐーっと引き上げたら、息を吐きながら両手を広げながら体2つ折りにします。足の横に手をつけられる人はつけます。頭のてっぺんマットに向けます。さあ、上半身の重さで腰周りの筋肉が緩みます。息を吸いながら上がります。さあ、頭の上で合掌、背骨をぐーっと引き上げます。息を吐きながらゆっくり体2つ折り前屈しましょう。はい、息を吸いながら上がります。頭の上で合掌、背骨をぐーっと引き上げて、もう一度行きましょうか。息を吐きながら体2つ折り、息を吸いながら上がります。はい、じゃあ頭の上で合掌したら背骨をぐーっと引き上げて、はい、体側を伸ばしましょう。このまま3呼吸キープします。あと2呼吸、1つゆっくり体戻して吐いて、反対側に体を倒します。体側しっかり伸ばします。あと2呼吸、1つ、はい、吸って体を引き上げて、息を吐きながらゆっくり体側に下ろします。はい、それではね、骨盤幅の2倍ですね、肩幅の2倍ぐらいに足を開いて、親指がハの字にしましょう。腰に手を当てます。息を吐きながらお膝を曲げていきます。骨盤がまっすぐ立つところ、開脚スクワット、はい、上がります。吐いてお膝曲げていきます。はい、吸って引き上げます。はい、
小尻になりますからね、お尻の筋肉も使ってます。足の内太ももの筋肉、内転筋、外側の筋肉、外側広筋も使ってます。はい、ゆっくり骨盤がまっすぐなところまで、はい、吸って戻します。もう一度だけいきましょう。吐いて、はい、吸って戻していきます。はい、じゃあこのまま足をお膝と右のお膝と親指が平行になるようにします。左の親指少し内側に向けます。両手を肩の高さにしましょう。息を吐きながら、さあ手を下ろしていきます。さあ指先天井を見ていきます。さあ体側も伸びるし、股関節周り伸びていきます。胸も開いているので元気になるポーズです。このまま3呼吸キープ、あと2呼吸、1つ、ゆっくり体を起こして手を下ろします。では右の親指を内側に入れて、左の親指膝と平行にします。両手肩の高さに戻します。吐きながらぐーっと股関節からスライドして、はい、右の手上げていきます。お顔、指先天井を見ます。顔見るの、顔を上げるの辛かったら顔まっすぐのままで大丈夫です。このまま3呼吸キープ、あと2呼吸、1つ、ゆっくり体を起こします。はい、じゃあ足を元に戻します。もう一度胸元で場所をして、はい、背骨をぐーっと引き上げて、はい、体側伸ばします。はい、吸って真ん中、吐いて反対側に体倒して、はい、吸って息を吐きながらゆっくり体側に下ろします。胸元で場所をします。はい、それでは今日はこれで終わりにします。少しね、体をほぐしていただくとすっきりするかなと思います。作家でヨガ講師加古でした。さようなら。